中尿中尿はアンデス山脈に住んでいた先住民の保存食の一つである乾燥させたジャガイモのことである。アンデス山脈の標高の高い地域に見られる昼と夜の寒暖差を利用して作る。乾燥させたため中尿の表面には子が吹いた状態となっており、元々の大きさよりも小さく、そして重量も軽くなっている。製造法は現在のフリーズドライに近い。 同様のものが日本でも北海道、東北地方を中心に作られており、十勝地方では柴芋、山梨県鳴沢村では染芋という、中尿作りは冬に行われる。昼間に地面に掘り起こしたジャガイモを並べて放置しておくと、夜には気温が氷点下となるために、ジャガイモが凍ってしまう。そのまま翌日も置いておくと、昼の日射によって、ジャガイモが解凍され、 再び夜には凍る。これを幾かか繰り返し、ブヨブヨした柔らかい状態になったジャガイモを足で踏むことによって水分を絞り取る。この後、さらに自然乾燥させることで完成する。中尿の原料となるジャガイモは空に多く含んでいるため、そのままでは人体において毒性を持つ種類が多く、中尿への加工は保存とともに毒抜きを兼ねている。 日本で冷凍庫を使って作る際には、屋外では解凍せずに、室内で解凍させないと発酵が起こって、アンモニア臭が出るので注意が必要である。蒸気の作り方で作られた注尿はほとんど水分が残っておらず、乾燥状態を保てば数年間の保存が可能である。乾燥したままでは食用には向かないため、水で戻してから鍋などを使って煮て食べる。ありがとうございます。